はい、こんにちは、豊島明です。今回はビーコルのホームゲームで初めてとなります。ここ来ました、立ち見エリアということで、2月4日5日の千葉ジェッツ戦が両日とも、事前の、ね、チケットが完売で、この追加販売でこの立ち見エリアができました。これビーコルにとって初めてです。で、じゃあその実際この立ち見エリア、まあどんな人たちが見てるのか、そして、見心地ですよね、観戦心地はどんな感じなのかっていうのを、直接聞いてまいりました。ご覧ください。勝ってることはそんなに、あ、そんなに今のところまだ、あ、いい、あ、いいですね。しかもこう結構正面で、ありがとうございます。立ち見席どうですか？立ち見席見やすいです。見やすい、はい、意外と、はい、応援しやすいです。 なんで立ち見席なんですか？なかったんですか？もちろんなかったけど、どうしても来たくて来りました。誰のファンですか？あ、大選手の。早く戻ってきてください。ありがとうございます。え、なんで今日どうしても見たかったんですか？ダブル有機対決だね、はい、じゃあ追加あってよかったですね、立ち見。そうなんです、はい、楽しんでください。ありがとうございます。立ち見席で、はい、な、一番遠いところじゃないですか、はいはいはい、どうですか？いや、でも意外と見えます、うん、で、後ろに人がいらっしゃらないので実は結構ガーッと開けられるっていうちょっと喜びが感動をあらわにできます。なんでこう立ち見席なんですか、はい、今回？いや、全然チケット取れなかったんで、うん、やっと立ち見が取るって聞いて、うん、7時から売り出しって聞いて慌ててもうがっつり取りました。あ、で、子供たちもいるんですけど、うん、まあ、席まとめては取れなかったんで子供は別ですけど、はい、なんとかやっぱりこの、ね、有機対決が、私は、はい、うん、これが楽しみで、はい、じゃあ楽しんでください。はい、ありがとうございます。あ、豊島さんどうですか？初めてなんですよ、はい、初めてですよね、言ったのでもね、はい、そうですでもね、面白いですよ。面白い、これはこれでいつもだいたい前のところ1階とかにいるんですけど、はい、ここはここでバーって上げれるし、で今日はやっぱり買えなかったんですか？いや、買ったんですけど、あれに出しちゃったんですよ、リセールに。あー、仕事が入ってて、はいはい、仕事が急遽空いたんで立ち見席を買って、はい、しました。じゃあ追加販売やってよかったですね。よかった。楽しんでください。どうですか、この立ち見席は？立ち見席初めてですけど、やっぱこんなに人がいるの初めてすごい盛り上がりですね。でも、え、どうですか、こう立って応援するっていうのは？まあ、体で全身で応援できるので、うん、楽しいです。一応一番遠いところになってますけど、はい、どうですか？でも見えますよね。全然見えますね、うん、はい、楽しめてますか？はい、楽しめ、ありがとうございます。こちらのお二人も楽しんでますか？はい、立ち見席ですか？あ、そうそう、あっちでね。こちら、こっちで、はい、またね、かけるタオルがね、はい、2日連続立ち見席、はい、どうですか？また場所違いますけど、はい、ここも眺めが良くて、なんか遠いなって感じます？いや、そんなには感じないです、うん、はい、楽しめてます、はい、ありがとうございます。思いっきり、はい、思いっきり楽しめます。
2回目のタイムアウトです。